はい、皆さんこんにちは、ロエン高橋でございます。本日ご紹介させていただきます車はロエン 30R4 とバンパーモデルのコンプリートカーとなります。実はこちらのお車、本来ですと東京オートサロン2021に展示する予定の車両でございました。今回コロナウイルス等のこともございまして展示が見合わせとなりましたので動画でご紹介をさせていただきたいと思います。こちらですね、まず最初にご紹介させていただきたいのが装着しているホイールですね。こちらワーク車の2021年新作モデルの21インチホイールとなっております。 VS というモデルの新作のホイールですね。3ピース構造になっておりまして、シルバーのディスクにゴールドのピアスボルト、そしてワークさんのゴールドのロックナットを装着させていただき、足元の統一感を図っております。でまたこちらですね、奥足元ちょっと今ですね暗くて見えにくいんですけども、こちらもロエンという、ゴールドキャリパーを装着しております。こちらはですね、皆様がお使いのキャリパーをお預かりさせていただきまして、こちらを、ゴールドに塗装しております。こちらの色はですね、ゴールド以外にもブルーやレッド、あと紫、そういった色もございますので、足元のアクセントで、ぜひちょっと変えてみたいなとか気になるお客様は、コンプリートカー以外でも通常で販売させていただいてますので、まずはお気軽にロエンまでお問い合わせいただければと思います。それではですね、装着しているロエン製品も合わせてご紹介させていただきます。今回ご紹介させていただきます車がロエン 30R4 とバンパーモデルのお車です。大きな特徴としてはまずフロントバンパー、こちらがスピンドル形状になっております。そしてフロント下には4つの LED スポットライト、こちらロエンの代名詞でもある LED スポットをインストールしております。今ですね、撮影の携帯の画質の関係上ちらついておりますけども、通常こちらは綺麗な白色で点灯しております。そして大きなフロントダクト周りですね、グリルに合わせまして、部屋の下の部分、こちらにもですねダクト形状を入れまして、よりエアロパーツの立体感が生み出せるようなデザインとなっております。そして前回りフロントフェンダーですね、こちらは FRP 製になっておりますので、純正のフロントバンフロントの、と交換するモデルになっております。そして、フロントボンネットですね。今回足回りには ACC さんのお挨拶のエアランナー3フィーシステムを採用させていただいております。後ほどリモコンなどご覧いただけると思いますので、ぜひ最後までゆっくりご覧ください。後ろ回り行きますと、こちらロエンのリアバンパーに加えまして、レーザーで刻印されておりますスタンテールマフラー、そしてバレンティさんの LED リフレクター、さらに同じくバレンティさんの LED テールランプレッグも装着しております。で、上にはロエンのリアウィングですね。今ちょっと一回トランクを開けていきますね。こちらエアサスを装着した車、現在ほとんどの車両がそうなんですけども、エアサスのタンク自体は通常ですね、こちらトランクの収納の下にインストールされてたんです、このようにですね、もともとトランク下のちょっと物を収納するスペースにエアサスの、コンプレッサーであったり、タンク本体がインストールされておりますので、通常ですねお荷物を乗せたり普段の使い勝手を、殺すことなくお乗りいただくことができるのが大きな特徴になっております。横回りきますと、ロエンの ABS 製のサイドパネルですね。こちら、ご注意事項なんですけれども、フロントフェンダーを装着していただくと、通常ですねこちらにある、ミラーが、装着されない形になりますので、ドアミラーの部分にですね、追加でカメラを取り付けていただくか、もしくは、ご希望であればこちらの、フェンダーをさらに加工して純正のミラーをこちらにお取り付けさせていただくこともできます。
保安基準の関係上、助手席側にもしカメラもしくはミラーを装着しないと車検が通りませんのでご注意していただければと思います。リアの足回りにはクスコさんのアームを装着しております。やはりミニバンですね、キャンバーをつければつけるほどいくらでもつけることができるんですけども、実際にスライドドアを開けた時の干渉なども、避けたいものですから、なるべく、キャンバー角を、抑えめにしながらより深いリムを取っていただくというのがおしゃれなカスタムのポイントではないでしょうか。それでは、内装の方にこちらベースグレードは 30α のタイプゴールドでお車を製作させていただいております。タイプゴールドの大きな特徴としましては、まずこちらシート表皮ですね。こちらが、ハーフレザーのタイプと、あとパンチングのシートになっております。こちら実は、触り心地も非常に良くてですね、座った感じも非常にいい感じになっております。そして後ろですね、もちろん7人乗りでお作りさせていただいてますので、セパレート式のシート、そして純正のディスプレイオーディオ。今ですね、昨年の12月から弊社ではアルパインのビッグ X を装着した新車のコンプリートカーも販売させていただいております。ディスプレイオーディオの使い勝手がやっぱりなかなか難しいというサンデマであったり、実際には地デジのチューナーのセットであったり、あとは、エントリーナビキット、あと DVD 再生するキット、あとは、こちらの車には今ついていませんけども、後席の天井モニターなどを、純正で装着すると全部でやっぱり30万円ぐらいいってしまいます。ただですね、こちらのナビゲーションをアルパインのビッグ X インストールキットに変えていただくと、もう少しお値段はするんですけども、より、使い勝手の良いカーライフをお過ごしいただけるのではないでしょうか。その際にですね、皆さんご心配されてお声かけいただくんですけども、こちらですね、トヨタの、SOS のセンサーじゃないですね、 SOS の、ボタン自体もそのまま使っていただくことができますので、大きなですね、機能を殺すことなくお車を、乗っていただくことができるのではないでしょうか。今回のようにですね、こちら ACC さんのエアランナーに追加でスリーピーシステムということも追加することができます。こちらはですね、どういった機能になりますか、なるかというと、実際にはこのボタン一つで元々設定してある車高にボタン一つで変更することができます。ですので、何か例えばイベント会場とかお友達に車を見せたいときには車高をこのようにしっかり落としていただきながらも、通常走行していただく際にはその高さを調整していただくということもできます。またオプションにはなりますけども、こちらフロントですね、こちら左側今ウインカーを出してるんですけども、シーケンシャルウインカーに対応しておりますので、追加でこちらの LED スポットとキットを入れていただきますと、シーケンシャルモデルにしていただくこともできます。このようにですね、ロエンのコンプリートカーを販売していますプラチナムロード、こちら直営店になりますけども、こちらではお客様のご希望に合わせましたベースの車両から、例えばアルミホイールを変えたい、ホイールのロックナットを変えたい、ナビを変えたいなど、そういった一人一人のお客様のニーズにお応えした、車を製作させていただいております。2020年はこちらの、バンパーモデルの車が弊社でも一番人気の車両となっておりました。現在プラチナムロードは愛知県豊田市に2店舗経営しております。プラチナムロードトヨタ店ではアルファードやボクシー、86、プリウスといったトヨタ系の新車のコンプリートを中心に販売させていただいております。また、皆様から、買取させていただいた下取り車、買取車両といったものも、カスタムされていればされているほど高価買取をさせていただきまして、また次の、お客様の方に販売をさせていただきます。
本日は、サンマルアルファードロエンバンパーモデルのご紹介をさせていただきました。この後ですね、スペックなどは、テロップでご紹介させていただきたいと思います。皆様、2021年もロエンをどうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。